年賀郵便。岡本喜道。新年の東京を見渡して、厳しく寂しいように感じられるのは、高齢者の減少である。もちろん今でも多少の高齢者を見ないことはないが、それは平日よりも幾分か人通りが多いぐらいの程度で、明治時代の10分の1、ないし20分の1にも過ぎない。江戸時代のことは、古老の話に聞くだけであるが、自分の目で見た明治の東京、その新年の賑わいを今から振り返ってみると、文字通りに覚醒の感がある。三日日はもちろんであるが、七草を過ぎ、十日を過ぎる頃までの東京は、高齢者の往来で実に賑やかなものであった。明治の中頃までは、年賀郵便を発送するものはなかった。今日が新年の郵便を送る先は、主に地方の親戚知人で、不可でもよほど偏僻な不便なところに住んでいない限りは、郵便で高齢の義理を済ませるということはなかった。まして市内に住んでいる人々に対して郵便で年頭の礼を述べるなどは、あるまじきことになっていたのであるから、すべての高齢者は下町から山の手、あるいは郡部にかけて、知人の個別訪問をしなければならない。市内電車が初めて開通したのは明治36年の11月であるが、それも半蔵門から数寄屋橋見附までと、神田三戸城町から数寄屋橋までの2線に過ぎず、市内の全線が今日のように完備したのは大正の初年である。それであるから、人力車に乗れば格別、さもなければ徒歩の他はない。正月は車代が高いのみならず、全市の車代の数も限られているのであるから、大抵のものは車に乗ることはできない。男も女も、老いたるも式も、ほとんど皆徒歩である。今日ほどに人口が多くなかったにもせよ、東京に住むほどのものは一個にしばらくも一人、宅は四人も一人も一度に出動するのであるから、往来の混雑は想像されるであろう。平勢は人通りの小屋敷町のようなところでも、春の初めには高齢者が袖を連ねてぞろぞろと通る。それが一種の期間でもあり、また春らしい景色でもあった。日清戦争は明治27、8年であるが、28年の正月は戦時という遠慮から、高齢を年賀はがきに変えるものがあった。それらが例になって、年賀はがきがだんだんに行われてきた。明治33年10月から市政へはがきが許されて、年賀はがきに主従の衣装を加えることができるようになったのも、年賀郵便の有効を助けることになって、年賀を郵便に変えるのを垣間なくなった。それがまた、明治37、8年の日露戦争以来いよいよ激増して、松の内の各郵便局は年賀郵便の整理に忙殺され、他の郵便事務はほとんど法的されてしまうような始末を将来したので、その混雑を防ぐために、明治39年の年末から年賀郵便特別扱いということを始めたのである。その以来、年賀郵便は年々に増加する。それに比例して高齢者は年々に減少した。それでも明治の末年までは昔の名残を留めて、新年の巷に高齢者の姿を相当に見受けたのであるが、大正以後はめっきり廃れて、年末の郵便局には年賀郵便の山を築くことになった。電車が初めて開通した当時は、新年の各電車ことごとく満員で、女や子供は容易に乗れないくらいであったが、近年は元日2日の電車でも満員は少矢。
海嶺の厳しく減少したことは、各劇場が元日から開場しているのを見ても知られる。前に言ったようなわけで男は海嶺に出る。目合はその海嶺客に応接するので、内外多忙。とても元日早々から芝居見物に行くような余裕はないので、大劇場は皆七区最後から開場するのが明治時代の習いであった。それが近年は元日会場の各劇場満員、新年の市中席用たるも無理はないのである。坊菓子世の人に多大の便利を与えるのは、年賀郵便である。それと同時に、人生に一種の席用を、関ぜしむるのも、年賀郵便であろう。